はい、今日街でお話を伺ってきたんですけれども、皆さん、もう解除決まったんですかとかなり気にされている様子でした。そこで今日は第一生命経済研究所首席エコノミスト長浜俊博さんにお話を伺っていきます。長浜さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。マイナス金利の解除が決定したということですけれども、はい、これによって私たちの生活にはどんな影響があるんでしょうか。はい、これ生活者レベルでいうと明らかにメリットとデメリットがあるんですけど、明らかに、はい、どちらから見ていきましょうかね。はい、まずはデメリット、はいはい、デメリットからお願いします。はいはい、やっぱり金利が上がるってことは、これお金を借りている人からすると、デメリットになるんですね。はい、でその中でおそらく一番影響が大きいのが、住宅ローンであって、これまでは、長期金利上がってたんで、固定金利しか上がってなかったんですけど、これからは変動金利が上がる可能性があるので、そうなるとすでに変動金利で住宅ローンを借りている人の負担が増える可能性があるっていうのが一つあります。でもう一つはゆくゆくはですね、我々の家賃もですね、上がる可能性があると思います。家賃も、はい、生活をしていく上でなんだかこう負担額が増えていきそうだなというふうに感じるんですけれども、まず長浜さん、住宅ローンから伺いたいんですが、今回の政策決定によっていつからどれくらいこの住宅ローンの金利って上がり始めるものなんでしょうか。はい、変動金利についてはですね、一般的には4月と10月に金利が見直されますから、早いと4月から上がる可能性があるかなと。すぐですね、来月ですけども、2週間後とかに、上がる可能性はあると思いますが、ただ上げ幅については、今回マイナス金利を0から 0.1 に 0.1% ぐらいしか上げてませんから、上がり幅はもう最大で 0.1 ぐらいかなというふうに思います。その 0.1% 金利が上がるとなると、どれくらい住宅ローンの負担額としては増えるんですか。はい、これやっぱ具体的な、例が分かりやすいと思うんですけども、こちら出てますね。だいたい5000万円で35年ローンを組んだ場合を考えるとですね、金利が 0.1% 上がるとですね、合計で、支払額の総額がだいたい100万円増える。だいたい年間2万8000円ぐらい負担が増える、とそういうイメージになりますね。 0.1% でも年間で3万円近く上がる。100万円と聞くと結構大きな額だなと思って、しまうんですけれども、これ変動の人は今のタイミングで固定に変えておいた方がいいかなとか、そういったなんか手を打った方がいいんですか。これはあまり急がない方がいいと思うんですね。急がない。というのも固定金利って今でもかなり 1% 以上相当高いんですよね。でさらにいろんな手数料もかかる可能性もありますし、であれば手っ取り早く対応するのであればですね、繰り上げ返済とかをするとですね、この負担増をですね、抑制できる可能性がありますので、そういう方向でいくのがいいのかなと思います、ね。なるほど。ではいい話、メリット、お願いします。当然お金を貸している側からするとですね、メリットになるわけなんですね。でそこでやっぱり一番、手っ取り早く、恩恵を受けられるという意味ではですね、預金の金利が上がる可能性があるというところなんですね。であとはもう一つは実はこれから入る保険の保険料が安くなる可能性があるというところがあります。なんか利息とかは、イメージありますけれども、保険もお得になるんですか。はい、そうですね。これこのマイナス金利解除をきっかけに長いところの金利も上がってくればですね、保険会社の保険料率っていうのが上がりますから、そうなるとこれから入る保険が同じ保険でも、今までよりも少し安い保険料で入れるっていう可能性が出てきますね。だいたい同じようなサービスでも、保険がお得になってくるっていうことですね。そうですね。そして先ほど の、 そのデメリットのところで、住宅ローンの方もマイナス、そして家賃、賃貸の方もこう影響出てくるということになるんですか。これはですね、やっぱり家を貸している方にとってみたら、その貸している家もですね、ローン組んでいる可能性があるわけですね。となると金利が上がるとそれだけ利払いが増えますから、そこを賄うためにですね、家賃を上げると、そういう可能性が出てくると思います。なるほど。なんか今こうデメリット、そしてメリット、いろいろあるなってことは分かったんですけれども、ではどうしてこのタイミングでのこのマイナス金利の解除ということになったんでしょうか。おそらく生活者に対しての考えで言えばですね、やはり行き過ぎた円安を抑え込みたいという意図も、日銀にはあったのかなというふうに思います。なるほど。今円安がね、こう150円前後でこうね、推移してますからね。ここまで長浜さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。